今日のお題はまだ決まってないんですけど、引きたいですね。あなたは引きたい書きますか？かな、アルファベットの小文字の方です。小文字編ですね。今回の視聴回数によりまして、大文字編も実施したいと思います。皆さんが見てるのは、上は小文字の練習で、ぜひ引きたいの。下は、その引きたいの、そのアルファベット1文字だけじゃ、続け方がわかんないんで、ちょっと単語を示して、続け方引きたいを示したいと思います。ちなみに、デポットと書いて、ディーポーと読みます。電子辞書と書いてるんですが、どういうことでしょう。これ、後で説明します。では、私、普通に右利きなんで、こうビデオカメラで撮ってますが、ビデオカメラは、左から撮りたいんですけど、ちょっとうまくいきませんね。で、今、机ですね、これ。座って入れたんですけど、多分私の頭邪魔になるんで、立ちながら、左上の方からビデオカメラを映したいと思います。はい、じゃあ、ちょっと黒ペンインク入れてきたんで、青ペンで、ところどころ説明しながら進めたいと思います。小文字の、まあいいかな。B ちょっと説明ありまして、私は、こんな書いてます。映ってますかね。すみません、ちょっとアップしようか。B は、ここをつけた方が見栄えがいいですね。こうすると、ちょっと格好悪くて。見てるかな？見てんね。ここつけた方が見栄えがいいです。C、普通に C ですね。はい。次、ちょっと。D、E、F もちょっと。で、ここがまん丸になるとちょっと見栄え悪くて、ちょっと B と区別がしにくいんで、ここをスッとしたい、直線的に。こうすると、見栄えがいい F ができますね。映ってかな。G、H、はい。で、これ引きたいの時、こう書きながら引きたいで単語を書く時、ちょんはもちろん後でつけますね。G、K、ますか。ちょっと、LNNOPQ は、小文字大体同じだと思うんですけど、 Q も下にすっとまっすぐ下げれば見栄えがよくなります。ちょっとかっこ悪い引きたいの Q 書いてみますか。こうか。あまり悪い例としてはあんまり上手じゃないですね。こう、まっすぐに下に降りてやれば見栄えがいいかなと思います。当てやってみますか。見栄えがいい Q。見栄えが悪い気がったかな。はい。ある難しいんですけど、こう、なんだ、ここでちょこっと戻るようにして、右側にやっていこうかな。これ S だ。すいません。これ S です。あれは、こうかな。はい。でかい。ある。いいな。ある。で、S も、私、急ぐときはこんなになるんですけど、正式にはもうちょっとこう膨らんだような感じして、こうですね。で、T と。
ゆ。V。W。Y、Z ですね。Z の話しますか。私、小学校までアルファベットの最後 Z だと思うんですけど、ちなみに A to Z で端から端までという意味かな、意味あるんですけど、ずっと Z と思ってたんですけど、中学校1年上がって英語になるようになったら Z と習いました。Z なのかと思って、ちなみに若い方知らないと思うんですけど、ロボットアニメでマジンガー Z というのがありまして、それは Z なんですね。アメリカのテキサス州の人気ロックバンドで ZZ トップというのがあるんですけど、それは ZZ です。マジンガー Z も ZZ トップも関連度があるんで上げておきます。ZZ トップはアメリカでは人気あるんですけど、日本ではちょっと流行り損ないまして、この頃はアルバム売れてはいませんが、コンサートは大盛況ですね。では次に、ちょっと一旦切ります。はい、動画撮影がなかなかうまくいきませんで、またやり直します。引き体なんで、どういうふうに続けていけばいいのかを示すため、一旦実行。はい。英単実句の内訳なんですけども、見えるかな、聞く単、戦時間ヒアリングマラソンで有名なアルクですね。聞く単の、アルクの方でなんか、なんだ、コーパスか。6005レベルから1万2005まで、アルクの方で選定しておりまして、そこからまたピックアップして、この中、CD3 万円分入ってますが、そこから10個英単。私の独断と偏見で抜粋しました。では私の顔が映らないようにちょっとやってみますか。ちょっと難しいな。あなた。デポットと書いてディーポと読みます。これ私さっきここで止めましたが、大体普通はつなげて書くかと思います。まあそれ人の好みでいいと思います。当てかい投げて、ただこんな感じ、ちょっとうまく綺麗に映せませんでしたが、電子辞書ってあるじゃないですか。ちょっとこれデポやってみますか。デポッと、あなたで電子、今の電子辞書、まあ日英は入ってると思うんですけど、の中で英語を入力すると、今の辞書はだいたい英語を破損すると思うんですけど、やってみますか。デポ。あ、デポだな。デポ。これは、デポ。デポって発音してますね。私はディポと言いますけど、最後の T を発音しません。これ、ちょっとテロップ入れますけど、自衛隊では補給書の意味です。補給書の書はこんなに書きます。次、電子辞書、入力すれば発音するんですけれども、これ、私の職場、自衛隊の後輩の方に、電子辞書、英語を入力して発音をポチッとすると、電子辞書が発音しますよと教えましたら、やっぱりと、セクシーな単語を入力して発音させるんですよね。で電子辞書がセクシーな音を発音するとその人ニヤニヤ喜んでまして、で仕事の都合で私は米留したんですけども、アパッチという飛行機の整備の勉強するためにアメリカ行ったんですけど、英語ができないままじゃアメリカ行ったらダメだべやということで、英語の勉強をしにアメリカに行ったんですけども、でそのそれ合格しまして、そのアパッチの勉強するときに日本、まあ、せっかく過去から来るんですけど、でアメリカの方学生さん、自衛隊という学生さんがおりまして、
アメリカの陸軍さんですね、新隊員に、電子上英単語を入力して発音のところをポチッと押すと発音すると教えたら、やっぱりセクシーな単語を入力しまして、でセクシーな単語を発音させるんです、電子自身。あらららだと、日本もアメリカも同じじゃんと思って、ということです。はい、次。セミコン。あ、ちょっと長くなった。セミコンダクターですね。半導体という意味です。セミコンダクターで半導体で、セミファイナルで準決勝ですね。まあ、セミでそういう意味があるんですけども。工業、私が関東地方に住んでる時に工業英検のセミナーに行きまして、工業英検ってあるんですよ。私、工業英検3級です。ノーマルな英検は2級なんですけども。で、その時に、セミホニャララっていう、なんか、ネタ、勉強のネタ、まあ、授業でなりまして、で、セミホニャララにどういうのありますかと思いまして、で、私、セミホニャララっていう、ちょっとセクシーな単語を思い浮かんだんですけど、それはちょっと授業の時は発言できませんで、元木チャンネルさん、セミ、何を思ったのかなと思った方は別にコメントしていただいても構いません。セミ、何を考えたんですか？はい、別にコメントしていただいても構いませんということで、セミコンダクター半導体ですね。次、映ってないよね、私。ステレオタイプです。引きたい、これ私の書き方なんで、皆さんは皆さんのやり方で勉強してください。ステレオタイプと全部書いてから、T の横線引くですね。固定概念かなという意味です。普段日常会話でもステレオタイプと使ってもいいと思いますけど、ステレオタイプ、固定概念。ダイヤ。だいぶ弾きたい、上手になってきた。ダイアビーティーズ。糖尿病です。これも大アワー。私、話す場合が多いんですけど、通常は弾きたいは、ダイアーと、こう書いてまた戻ってつなげるんだと思いますけど、これ、まあ、もちろん、人の好みでいいと思います。ダイアビーティス、糖尿病という意味ですね。次。プラトン、大地や荒野という意味です。これもプラトンの DEAU は、私は一旦話しますけど、つなげてもいいと思います。別につなげなさいと決まってるわけじゃないと思います。通常はそのまま話さないで続けるんですね。プラトン、高原とか大地という意味。次、ベニュー、開催地という意味です。英検2級とかのレベルの単語かなと思います。ベニュー、開催地。トイック出たんかな。次、ジャーゴンと読みます。怪獣みたいな名前ですけど、怪獣の名前じゃありません。専門用語という意味ですね。これは私はこの単語としては J はここから始めましたが、もちろんここから始めても構いません。その人その人で決めていいかと思います。ジャーコン、専門用語という意味。次。デブリスと書いて、デブリーですね。破片という意味です。次、アサイラムで亡命という意味です。特徴はありません。
ちょっと書きにくいですけど、次ちょっと話ありまして、ノトリアス、トーニアアクセントが来るのかな、ノトリアス、イギリスのロックバンドにデュラン・デュランというのがありまして、それの代表曲かな、で、ノトリアス。私の世代であれば、デュラン・デュランのノトリアスはよく知ってるかと思います。少年隊の皆さんが日本語でカバーで歌ってたかと思います。悪い意味で有名な、辞書には悪名高きかなって書いてあるかな。普通に、悪い意味で有名な、意味で有名なのはフェイマスですね。あ、ちょっと変な方。ノトリアス、アクエリ、あ、アクエリアス、アクエリアスじゃん、ノトリアス。同じ意味で、インファマスですね。インフェイマスじゃありません。インファマスです。悪名高きという意味です。はい、これは以上です。はい、これが工業英検3級ですね。2004年に取っておりますね。ちなみに、大坪元基さんを英訳すると、ミスター元基大坪です。何回も言いますが、上皇様を英訳すればミスター上皇です。理系の方であれば、欲しい資格の一つですね、工業院検3級。あと、私の数ある症状の中から一番お気に入りの症状。私、足早かったんですが、その中で、見えるかな。左側の豊頃町サーモンマラソン、今は大会なくなったかな。クォーターマラソン35分48、早くないじゃんと思う方いるかもしれませんが、これ日本陸連公認コースじゃないんですね。勝てばいいんですよ、優勝すれば。この時は、この時、駆け足の大会もう連勝が続いておりまして、ちょっと勝つことに飽きまして、で、レース展開としては、先頭集団についていって、誰かスパートかけるの待っとって、誰かがスパートかけたらそれについていって、私がまた、そのスパートかけた人がバテたら私がスパートかけて、で、優勝しようと思ってたら、まさしくその通りになりまして、ちょっと文章読みますか。あなたのたゆまざる努力と精進がここに実を結んだことを称し、心から賛辞を送りますと、今日の栄光をもとに今後なお一層の精進を祈ります。数ある症状の中で私が一番気に入っている症状ですね。じゃあ、今日もご視聴ありがとうございました。英語ネタ、一般的には日本人は英語ネタは非常に嫌うんですけど、今回は中学生の皆さんが見てくれればいいなと思います。教育の専門のチャンネルでは、筆記体はなかなか上がってるんですけど、私のは、調べてみたら、スポスと書いてありまして、チャンネル、元気チャンネル。ですが、スピードスケートの方は、皆さん海外見てくれるんですけど、特に陸上競技の方が、中長距離もらすんです。あれがなんか国内に非常にこだわっておりまして、および私が言ってる水中ネタ、あれもやっぱ国内しか見ないから、今日本大変なことになってるんですけど、ぜひ海外の方を見てもらいたいですね。これ、もし若い方が見てくれたら、私、いつも言ってる通り、辞書をリスト付けで、国語苦手なんですが、英語と数学は小中学までは成績良かったんで、これから英語をやってくださいとか、数学動画ネタやってくださいという思ってる方があったら、コメントいただきたいと思います。はい、それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。これ、終了画面用ですね。はい、それでは失礼します。